昨年パーフェクト女王3連覇の松本めぐみに来てもらいました。よろしくお願いします。去年の、去年1年間応援してくださった皆様ありがとうございます。今年も、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。今試合やってるけど、はい、もう試合終わった？試合終わりました。終わった。今終わりました。はい、誰に負けた？鹿児島の、うん、宮内が木村さんと、うん、マックン、強い、まあ、優勝ペアの、はい、あ、うまいよね。はい、負けてしまった。負けてしまいました。はい、今日どう、調子は？調子はあまり良くないかもです。良くない、はい、まあまあまだオフやけどね。なんかメグスってさオンオフがすごいよね。あ、もうあ、だからハウストーナメントとか特に入らん。入らないですね。あ、なんで？わかんないですね。なんでめっちゃ真剣に投げてもあれみたいな、うん、あれみたいな、あれみたいな。それネイルがいかんじゃない？ネイルは、まあそう大丈夫です。そうだ、はい、そうよね。でもね、難しいよね。でもやっぱりこうパーフェクトを中心にこう物事を考えておくね、メグの場合はね。そうですね、やっぱりプロって名前がついてるので、まあ、活動としては、ね、はい、パーフェクト中心やけどね、はい、でもやっぱりこれから徐々にこう、まあ、調子上げていくにあたって毎年そうやけど、毎年なんかシーズンオフってあんまりこう、なんていうかな、調子悪いことが多い。あんまり、あ、去年とかは出てなかったりとか、大会にあんまり出なかったりとか。でも 今あれでしょ、あのイベントとかで呼ばれたりするのは多いでしょ。はい、もうありがたいことに。ありがたいことに。ありがたいです。でも楽しいのでやっぱり。あ、そうだよね。じゃあどんどん呼んでどんどん呼んでください。そうだよね、はい、でももうやっぱ3連覇よね。で今年4連覇を当然狙うわけやけど、4連覇を狙うにあたって今どんなことを気にして考えてダーツ練習してる？とりあえず今までやってきたことを、まあ、持続することっていうのをしっかりしていきたいと思います。ああ、そうね。で、やっぱり4連覇を最終的には取りに行くと。はい、ね、やっぱりその3年間やっぱり今頂点を取り続けるっていうことはすごい大変なことだと思う。で、やっぱり年々レベルも上がってるし、でパーフェクトの女子の歴史から言えば、岩永美穂の2年間があって、その後松本めぐみの3年間があったわけね。で絶えずやっぱりみんな狙ってると思う、その女王の座をね、はい、でやっぱり明け渡さないためにはやっぱりなぜ松本めぐみが3連覇できたかっていうのは、俺は1年かけて戦ってたんじゃないかなと思うんだけど、それはそうだよね。そうですね、あんまり、あ、そうですね、なんかすごい矛盾してるかもしれないですけど、一個一個の試合は優勝したいっていう気持ちはあるんですけど、うん、そうじゃないって大変ですね。なんかやっぱ全体見て結果、まあ、最低限これで今調子がこんだけだからこれだけできたら OK っていう自分の課題だったり作って、それクリアして
って感じですね、うん、優勝しないかダメだじゃなくって、うん、このままいけば絶対大丈夫とか、うん、やっぱそういう感じですね。そうね、今パーフェクトの女子のフォーマットを見れば俺今結構きついなと思ってるんだよ俺的に、うん、やっぱり3レッグ、はい、2レッグ先取りっていうゲームなわけじゃない。で0-1、0-1 で自分のレッグに相手がボーンと飛んだりすごいダーツされて、で先行次の相手の先行をそのまま取られて、ストレート負けっていうケースもやっぱりあるわけじゃない、はい、ね、で大変と思うよね。で、俺もほら運営に携わっている側としてはもうちょっと長い勝負させてあげたいなと思うけど、どうしてもやっぱスポンサーの兼ね合いだとか時間の問題で今のルールになってしまう、ちょっと厳しいな。さっき檜山麻子も言ってちょっとちらっとそのことに関して言ってたんやけど、でそれがまあ大変かどうかって俺大変だと思う。でもその中でやっぱり松本めぐみは3連覇できたっていうのはやっぱり、奇跡的なことだと思う。多分運もあったと思います。もちろん運もあったと思います。いやもちろん、いろんな場面で、いやでも本当にすごいと思う。でもそれを一試合一試合で考えて、じゃあ今日も優勝できる、来週も来月も優勝できるっていうのは難しいと思うけど、本当に絶えず上位にいたっていうイメージがあるんで、それはやっぱすごいなと思う、ね、ありがとうで再来年からセパブルになるわけだけど、はい、そのアレンジのことなんかちょっと勉強してる？勉強じゃないの、勉強慣れだね。そうですね、慣れたいので、そのやっぱ今 の, そのパーフェクトってプロが始まるときにマスターアウトっていうのができた時もやっぱ経験積んでいろんなアレンジの方法とか覚えていったので、まあ、ブルーセパの件にしてもダブルアウトとかのアレンジは、うん、そのあんまり勉強っていうよりはその経験で積んでいきたいなって。ああそう、練習だったりとかもそうなんですけど、それは考えてます。ちょっと来年早々ぐらいちょっとみんな集めて練習会みたいなまめにしたらいいかもしれない。したいです、ね、はい、そうね、でなんかこう何今こうなんかゴルフとかやってるみたいだけど、あれはどういうことでやってるの？なんかこう真剣にやってるの？いや真剣じゃなくて、あのまあ、なんですか、楽しいからです。ああそう、はい、今趣味は趣味、趣味なんか凝ってることとかないの？ないですね。あ、本読むぐらい。あ、本、はい、どんな、誰の本読む？誰とか題名とかあんまり覚えてなくって、うん、じゃあ売れてる本から順に買っていくみたいな。なんか裏にこう書いてある説明文とかね、なんかそれでとか帯とかで、もうあこれみたいな。あどんなジャンルが好きなの？すごい狂った人の話とか、あのいや例えば狂った人の話、精神的におかしくて、うん、こういう犯罪を犯してそれを解いていくみたいな。ああサイコスリラーみたいな。あ、そんな感じでしたね。それが実話やったりとか。あ、実話本もすごい好きです。はい、それをじゃあ自分で読みながらこう自分で解いていくわけ。ああ、はい、犯人これかなみたいな思いながら読むのがすごい楽しい。そう、はい、ということはメグもやっぱちょっとそういう狂ったようなところあるわけ？いや、ないです。あ自分にないからこそ知りたいっていう。あそうだ、ね、考えがないから。あれが好奇心旺盛なわけね。はい、あそうだ、ね、いやでもね、本当ねこれからシングル戦よね。はい、優勝するよね。はい、なブルセバ、はい、頑張ります。あ本当、76残りどこから行く？76は14トリプルもういい、もういい、分かった分かった。あ、そうです、16です、はい
76を16から攻めるという、松本めぐみでした。あのしっかりアレンジや教えて、まだ1年間あるんで、頑張るそうなので、はい、よろしくお願いします。